10日なりました。衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。朝のご挨拶 A です。すっごく綺麗な空ですね。雲が渡ってます。さて今日もちょっと時間がですねあれなんで、歩きながらということで、赤坂の街はですねちょっと地上を映すと人が映り込みますので、こうやって空を見ながら、サルスベリなんですね。これご覧になりますか、この赤い小さな花の集まり、サルスベリ。昔昔っていうか小さい頃ですね、猿も滑るんだったら俺は滑るかということで、これに登ろうとしてむちゃくちゃ怒られました。猿でも滑るんで、僕らも結構これは危ないですね。本当になんていうかな、小さい頃ってバカばっかりやってるんですよね。ロケットのですね固形燃料を作ってそれ飛ばそうとしたりですね、あれももうむちゃくちゃ怒られました。それからサンバカトリオっていうのがあったんですかね、その卵を投げつけるそのギャグがあってですね、で大人がその卵ぶつかって、騒ぐもんだからそれ見て面白いんで同じことやりました。ものすごく怒られました。出たら危ないですよね。だから小さい頃のそのいろんなチャレンジ、いろんなものに興味を持って何でもやってみようとしますけど、テレビの影響、悪影響っていうのもあるんだなっていうのをその時ですね、確か小学校2年だったと思いますけども、強く感じましたね。さて、今日はですねいくつか昨日国民民主党のですね、両院議員総会、これで回答とそれから、円満な分割ということが決まりました。そして、合併新党とそれから分割新党に分かれていくと、両院議員総会は、何の反対のあれもなく、これでですね、大きな塊に向けて、合併新党、私は結集新党って言ってますけども、これのスタートということです。でずっと民主民進ということで、これまでの新党方式はですね、どっかに継続新党つってもその合流の仕方は2つあるんですね。例えば2つの政党が今回みたいに立憲さんと国民民主党がですね合流するような形は、片方を存続政党にしてそこに、寄せていくやり方と、それから両方を解党してそして新しい政党を作っていくやり方と2つあるんですね。でずっとこれまでは、存続政党をが、民主民進だったわけで、でそれが初めて解党ということで、民主党の歴史に、幕を民主党からの歴史に幕を下ろすという人もいますが、それは正確ではないですね。今回両方の政党をいわゆるその解党に合流させるんだということで、両方解党ということになっているわけですけども、どっちかを継続新政党にすることだってできたわけですから、逆に言うと帰ってきたウルトラマンのところで私言いましたけども、まさに、最低でも民主党の塊を最低でもですよ作るということで、それは逆に継続してるんですね。で継続する中でさらにさらにパワーアップをして、
明るくあったかい政党社会を作っていくと、こういうことなんですね。あ、前から別の議員さん来られました。誰とは言えませんけども、ちょっと静かにしますね。おはようございます。ちょっと今あれしてます、配信しながらビデオを撮りながらそのじゃごめんください、ありがとうございます。声で分かってしまうんでですね、立派な方なんですけど、ちょっと守んなきゃいけないんで、配信してるっていうことをですね、こうやって街に出てると本当にいつものお顔ですね、佐賀でもこうやって歩いてやってますけども、本当に皆さん声をかけていただくんですね。マスクもしてるし帽子もしてるんで分かんないと思いますけども、体型とおそらく目ですね、目で分かるって言われるんですね。でちょっとその新しい政党についてですね、で昨日全国幹事会の方はですね、正直ちょっと涙が出ました。この流れをですねしっかりと受け継いで頑張っていかないかなっていうのをですねつくづく、綱領も何もかにも作ったわけですから、そしてその民主党を、私が戻ってきた時、 ICU から戻ってきた時、っていうのは本当大場な表現ですけども、バラバラになって、でみんなが中には自民党に行ってる人までいて、もう悪い意味の浦島太郎状態だったんですね。何なんだこれということでですね、でそこからさらにさらに分裂が進むわけですね。これで近親憎悪っていうか、なんだかもうあいつだけは許さんとか、こいつと一緒は嫌だとか、そんなことを言ってるわけです。でそれこそ民主党の反省のなんていうかな、がないっていうことの証左ですよね。だからそれじゃいかんということで、安住君たちと一つの塊を作るっていうことでやってきて、やっとここに来たわけですね。ただその昨日の国民民主党の回答を報告する、隣が平野さん、衆議院議員でですね、民主民進にずっと残り続けたのは3人しかいないって言いましたけども、篠原さんと平野さん、そして私なんですね。もうやっぱり20何年やると、30からスタートした30代でですねスタートしたこの国政の歩みも随分と、なんていうかな、置いてきぼりにされたり、辛い思いをされたり、もう一つの政権政党を作るっていうんで、いろんな人たちが集まったんだけど、夢破れて、そして苦しんでるんで、しかもその中でまたいろんな立場で分かれるということで、昨日熊本県連のですね、一番最初にオープンでしたから、もう中身皆さんお話ししていいと思いますけども、福岡県連のですね友人がいいお話をして、それから次は、長崎県で、長崎県連は21名の議員のうち、16名がもうこの結集新党に来ないという宣言をしてて、うわー佐賀とえらい違いだと思いましたね。でその次が熊本県連の山下さんだったんですけども、その山下さんはですね、私ももうずっと一緒に戦ってきた同志、私は衆議院選挙の1回目細川さん、私の引き合い細川家と
まあそういうつながりもあって、あるいは整形塾のつながりもあってですね、若い頃から、整形塾時代は熊本の日本一づくり運動っていうのを私もあのお手伝いを細川さんが知事の時ですねいたしました。私のですね担当地域は天草とそれから菊池でした。素晴らしい熊本県の力をですねさらにさらに引き出すということでやったわけですね。でところが、一番最初の初陣の時に私はあの自民党宏池会でですね、それで細川さんにこんな日本新党っていうその国民運動から生まれたもんじゃないものをパッとやっても続かないし、逆に言うと20年後はこの政党はおそらくなくなってるだろうし、かえって政治改革も遠のきますと、生意気な、本当に生意気、今考えてみてもそんなことを言うかっていうのを言ったんですね。でその時に分かりましたと、梶浦さんは来ないんですねということで、整形塾の別の先輩を立てられて500票差で負けるんですね。でだけどそれは新進党がでまた一緒になって細川先生と、それで民主党までご一緒だったんですね。ところがまあ民主党をですね、もう議員もお辞めになるということで、それで私をまあ簡単途中いろんなご指導がまたありますから、また一緒に、仕事をさせていただくというかご指導いただくわけですけども、今度はですね細川さんから、自分の秘書の松野頼久君を立てるから、応援に入れと、入ってくれということを言われて、熊本に、補欠選挙でしたけども入って、あれ1ヶ月半、ずっと熊本に、いてですね、もちろん佐賀との往復もありましたけども、松野君の、補欠選挙を手伝いました。でそこでは勝てなかったんですね。今でも覚えてます、頼久さんのお父様の雷蔵先生、松野雷蔵先生はその当時もですね、自民党さんの最高顧問ですかね、まさにその自民党政治の真ん中におられた方ですけども、息子が、民主党から出るということで、いろんなその集会のやっぱり親子ですね後ろにおられるんですね。で何もおっしゃられません、おっしゃれないわけですね、党も違うから。だけど息子を頼むよっていうお顔を忘れません。でその時から一緒に、戦ってきたのが山下さんなんですね。山下さんと一緒に戦う戦いは決して勝利ばっかりじゃありませんでした。逆に言うと、もうあれほどその日本新党で隆盛を誇った熊本県が、例えば私の親友のですね整形塾の同期生の高山君のパートナーのマリコさんを参議院の候補にして、戦う、その時も私熊本にずっと浸かり続けました。佐賀と熊本って、まあ、肥前と肥後ということでですね、歴史も深いんですけども、微妙に政治風土が違っていて、っていうか激しいんですね熊本。保守の中が割れてですね、私の担当する天草、園田さん、園田博之さんですね、私を自民党から外に出してくださった方、その方の選挙案というのは、義理のお母様ですかね、いや、後後で、結構お父さんが結婚された
方ですかね、その園田天皇公さんっておっしゃったか、その方とのもう戦いもすごかったんですね。でそういう戦いの中で山下さんと一緒に育んできた民主党、ところがですね、昨日そのお話をその山下さんすると、今もう国会議員も国民民主党一人もいないんですね。それからいないどころか候補者も、そして立憲にあの矢上さんがいてくれるだけで、あと市会議員とか県会議員、地方議員ですね、そういう方々ももうほとんど、離党をされている。でそして、200人、党員サポーターが200人っておっしゃってます。あんなに大きな熊本県でですね、200人で、最後に和弘さん、あなたがこの熊本ももう一回見てくださいっておっしゃった時にもう涙が出ました。私のあの国民民主党での担当地域ってずっと決めてたんですけど、それ鹿児島だったんですね。もちろん鹿児島一次さんや野間君やたくさんの皆さんと一緒に頑張りますけども、これ熊本にもですね後援会があるんで、あの候補者選定まで頑張らないかなって強く思いました。これ氷川神社さんですね。でさて今日はですね、それであの国民民主党と立憲民主党さんはじめ、多くの皆さんが結集する、結集新党の代表選挙が行われます。昨日あの安住君と一緒にですね、泉さん枝野さんの議論を聞いてました。でもうちょっと映画長くなりすぎたんでここであの閉じますが、非常に興味深い議論でした。この続きは B の方でお話をしたいと思います。これあの氷川神社さんのですね、あの境内の周りです。ちょっとお参りをして B をに行きたいと思います。じゃあ皆さん今日も良い一日を。A をこれで閉じます。ごきげんよう。鳩ですね、この辺の鳩は逃げないんですよね。俺なんかくれと思ってません。じゃあ良い一日を。失礼します。あの結びにですね、たくさんのこれまであの国民民主党で支えてくださった皆さん、この2年間で作った法律についても私もその筆頭提出者にいくつかなってます。政調のスタッフがまとめてくれました。今日はですね、あの国体の仲間と、まあ私はじめ、代行の奥野さん、ほとんど全員がですね、国体はあの合併新党、結集新党に行くんですけど、一人だけ浅野さん、ね、一緒に行きたかったけど行けないんで、今日ちょっと お別れ会っていうかな、激励会もします。やっぱり明るくあったかいっていうことですよね。あのそしてですね、政治の世界も確かにそのなんていうかな、いろんな闘争ありますよ。だけど一番大事なのはあの義であり真であり、もっと言うと人の情けですよね。それがないと政治も務まりません。じゃあ、 あの心から感謝を申し上げ、そして辛い思いをかけてしまった全国の同志にお詫びをして、次に行きたいと思います。じゃあごきげんよう。